10年連続 NPB ドラフト指名へ、徳島インディゴソックス、歴史を作る挑戦。今季好調の丹治選手ですが、前期振り返ってみていかがですか？そうですね、今まで練習でやってきたことが出せてるかなと思います。具体的にどんな練習をされて前期挑んでましたか？去年全然いい結果出せなかったんで、それを踏まえて、岡本さんだったり松田さんだったりに聞いて、自分の打撃スタイルを見つけようと思ってやってます。具体的にどんなアドバイスをされましたか？飛ばじゃむずいですけど、自分はトップが浅いんで、こっちが浅くなって全部低めの変化球とか、ああみたいななってたんで、深くしようと思って、そのためにはやっぱ逆方向に打つのが、それが基本かなと思って、とにかく逆方向に打つのを練習を徹底的にやってました。その逆方向を意識した打撃っていうのが今季好調を維持している要因って感じですか？それは間違いなくあると思います。逆にちょっと打てる日打てない日ってあると思うんですけど、はい、打てなかった日とかで次の日練習だったり試合の時に意識することって何かありますか？やっぱ基本2回だけですね。ポイントを力にして逆に打つことによって、バッティングの幅が広がるかなと思います。具体的になんか練習とか違うことをやったりとかってのはありますか？打てなかった違うことは特にないですけど、バッティング練習とかキーとかいかに集中できるかが鍵かなと思いますけど、今日の練習見てて T3 種類やってたかなと思うんですけど、はい、どういったそれぞれどういった意図があってやってましたか？松田さんから教わった T なんですけど、あのステップするやつはとにかく軸足に乗って前に突っ込まないことですかね。はい、そんなことを意識してやってますね。2つ目の足開いて打つやつはいかがですか？あれは先ほども言ったようにトップ浅くなってあーってなるんで、とにかく深くしろってことで、後ろこういう練習ですね。あとはもう普通の一般的なやつ。今期と昨年の違いについて聞きたいんですけど、昨年はなかなか率が上がってこない中で、今期は今現時点で3割7分ぐらい率が残せているところについて、昨年との違いって何かあったりするんですか？昨年は自分が打ちたいとか決めたいとかそういう欲が強すぎて、本当に空回りしてたんですけど、今年になってからは上の立場になってキャプテンという役職にもついて、チームの周りを見ることによって、そういう自分が打ちたいとか決めたいとかそういう欲はなくなって、その結果いいバッティングができてるのかなと思います。で、今年開幕してからずっとヒットが右方向に出てて、で1回高知戦で右中間にスリーベース打ったんですけど、でそれでその時が初めての感覚で、こんな近くのポイント近くで打ってもあんな飛ぶんだっていう感覚がすごく自信になって、そこからそうですね、いい感じでバッティングできるかなと思います。ということはやっぱりその高知戦の三塁打っていうのが一つの大きな自信になりました？そうですね、自分の中であの後ろのポイントができたっていうのは本当に自信になりましたし、自分の中でバッティングの幅が広がったなっていうふうに思ってます。その結果ですかね、今こうやって打率が残してるのは。それでは最後に打率を残したい人に向けてアドバイスをお願いします。僕は逆方向を意識することで打撃の幅が広がって好調を維持できているのかなと思います。これが正解かは分からないですけど、ぜひ皆さん試してみてください。で151キロ。